はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、ここアンバサダーホテルに来ているんですけれども、今日はですね、ここのね、アンバサダーホテルの部屋に泊まりました。でですね、今からですね、その朝のご飯のシェフミッキーに行ってこようかなと思います。今回は朝ということで、朝と夜のね、何が違うのかというのをですね、今から実際に朝のシェフミッキーに行って調べてみようかなと思います。それでは早速ですね、シェフミッキーの方に行きましょう。はい、ということでシェフミッキーの中入りました。夜はね、ここにね、サラダコーナーだったんですけど、飲み物コーナーになってますね、ここは。これね、一昨日もね、夜来たんですけれども、夜とね、朝のやっぱ違いの大きいところは値段の違いですね。やっぱ1000円ぐらいね、安いですから、シェフミッキーはね、安く済ましたい方はですね、やっぱり朝に来るっていうのがありだと思います。夜もね、朝もね、ちゃんとキャラクター来てくれますので、もう全然ね、朝でもね、安く楽しめますからね。あとね、飲み物もですね、夜はこれがね、コーヒーと紅茶がね、有料だったんですけど、朝はね、どうやら無料で飲めるようですね。なのでかなりね、リーズナブルで、シェフミッキーを楽しめますね。メニューはね、やっぱ朝メニューって感じですね。こういうソーセージとか卵とかベーコン系でたくさん種類があっていいですね。朝も素晴らしいです。飲み物がたくさんあります。夜はね、ここがデザートコーナーなんですけれども、コーンフレークになってますね。こっちの方にパンがあります。本当に種類たくさんあるのでバランスがいいですね。朝から栄養満点って感じです。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。メニューはね、やっぱりね、朝ごはんメニューだなって感じですね。でもね、ここまあ宿泊しないと予約取れないんですけれども、まあ、お値段もリーズナブルですし、でコスチュームはね、もう夜もね、朝も一緒ですので、本当にね、お安くね、シェフミッキー楽しむにはもう朝がいいんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、これで終わりにしたいと思います。皆さんもぜひ見に来てください。それではジョーマジックでした。バイバイ。